自尊心を高めるにはどうしたらいいでしょうか。良くも悪くも争いや競争をする気持ちがありません。例えば恋人に浮気されても、まあお相手はお相手の方が私といるより幸せになるかもしれないと思いますし、仕事上では相手のプレゼンの方が会社にとって有益かもしれないと考えて悔しいと思うこともありません。自分では意識してないですが、もしかして無意識に感情を抑えているのではないかと少し不安になりました。自分では意識してないですが、もしかして無意識に感情を抑えているのではないかと少し不安になりました。まあつまり妬みとかね、競争心とかいうね、そういった欲求を自分で抑圧してる。本当にないわけじゃないんだけども抑圧してる。それは自分のそういった道徳的こう観念というかね、そういうがあって抑圧してるのかもしれないと思います。ただまあまあケースバイケースだと思いますね。恋人に浮気されても、それは恋人と別れるだけだから、別に結婚して子供を産むつもりないんで、別に他の女がいて、そしてないしは男がいて離れてっても別に構わないと、別に何の実害もない、そういうふうに考えればそうかもしれないし、ただそうじゃなくて、真剣なお付き合いで今後2人でタッグ組んで結婚して出産してってなれば、それは浮気されてはいけないわけですから、そこら辺はケースバイケースになると思いますね。であれか、もしかして恋人に浮気されて、その一対多になってしまう、二股になってしまってる場合、これをどう考えるか。普通はね、その恋愛っていうのは自己特別視ということも考えて、世界になって私こそ、世界の中であなたこその一対一関係が一番自己愛とか刺激しますから。しかしこの方はそこまで、そういうことはなくて、そうならない状態、浮気された時もそれほど激しい感情、これがないということですよね。それならばそれで、それはいい面もあると思いますが、逆にそれが必要な面もあるわけじゃないですか。多くの方が妬みを感じるっていうのは、その結婚して出産していく場合には一つの城を作んなきゃいけないから、城の結界を壊すようなもの、他の人がなんか自分たちのその世界を壊してしまうと子供が育てられないっていう問題があるから、まあ、さっきの私の体験じゃないけど浮気はダメって話になりますからね。だからまあ自分の性格がちょっと普通の人より違って寛大なタイプであったら、それでいいのか、それともそれじゃ良くない現実が別のところにあるのか考えた上でということになると思います。まあそういった意味では競争心とか妬みとか、そういうものが薄い方なんでしょうね。仕事上でも相手のプレゼンの方が会社にとって有益かもしれないというふうになるとですね、でそれは地位や名誉が全てじゃないと、相手の方がまあ仕事で実績を上げて自分の上に行っても別にそれでもいいんじゃないかっていうことだと、まあそれはそれでそうなっちゃうってことでしょうね。ただなんていうかな、ご質問はですね、自尊心を高めるにはどうしたらいいでしょうかっていうことですね。自尊心を高めるために、私はですね、基本的に、まあ、自尊心を高めるっていうか競争心、という問題に関連してですね、人がその自分の成長、これをそのこう求めていくというのは大切なことだと思います。でその成長とは必ずしも他に打ち勝つ、他よりも優位になることではなくて、自分がその特定の異性を他の同性、これを排除してゲットして浮気させないとか、自分こそが会社の中でそのステータスを得る、競争に勝ち抜くということではでなくてもいいと思います。そういうもんでなくてもいいんだが、しかし何らかの自分の向上欲求ということを持っていくという視点では、仏教の視点ではみんなに対する感謝、これをして、でその恩返しとして利他の実践をする、その方向に向上心を持てということなんですね。で自尊心っていうのも感謝によって生じる、自分はみんなのおかげで恵まれてるっていう自尊心、これは健全な自尊心だと。
そしてその恩返しとしてみんなを理想とするのは、それは自分を高めていく健全な自尊心だということはできると思います。だから競争に勝って自尊心ではなくて、感謝に基づく恩返しの利他行、これに精進するってことで自尊心を高めるということはあるんじゃないかなと思うんですね。で、まあ、競争というのはですね、その自分は他に譲るってこともあるかもしれないけど、競争によってお互いがお互い切磋琢磨で成長してるわけじゃないですか。で、そういう時に、なんか俺の前には競争相手がいないんだけどな、あなた競争相手になってくれない、うん、俺に負けないぞと思って一緒に戦ってくんない、そうすると張りが出るんだけどって人がいた時にあなたはどうしますかってその人のおかげで私はみんなのおかげで生きてると、その人は今ライバルを求めてると、リスペクトできるライバルが欲しいと、あなたに強い競争心を持ち、負けた時の妬み苦しみを持って戦ってほしいと思っていると、慈悲によって相手になってほしいと、競争相手にって言われた時にどうするかってことですね。仏教の菩薩様だったら、自分は戦いに勝つのは嫌ですし、妬みの感情も嫌だけど、彼が向上するために自分が熾烈な競争を繰り広げるライバルにならなきゃいけないなら、我が身を犠牲にしてなっていこうか、感謝に基づく恩返しでみたいな発想が出てくるかもしれません。まあともかくですね、競争ってのはみんなが、要するに切磋琢磨する、みんなが成長するプロセスなんだって考えるか、それともその競争によって勝利を誰かが得て誰かが得ない、つまり幸福の奪い合いのプロセスなのかによってですね、競争の意味は変わってくると思います。みんなで楽しく切磋琢磨して、で楽しく競い合って、みんなにリスペクトし合って、みんなで盛り上がっていこうよっていうのを社長さんは望んでるかもしれませんね。いやみんな明るく楽しく競争し合ってどんどん盛り上がっていくな、この会社は強くなるぞっていう感じで、でもそうじゃなくて、頑張るのは一人だけで、あとはもう負けてもいいとか危害のないやつばっかりだな、この会社って、会社あんまり発展しないと思うんですけど、ね、だからスポーツでも今オリンピックやってますけど、その金メダリストは感謝すると、で負けた人もしかし金メダリストに感謝すると、彼みたいなスーパースターがいたから自分たち、これはそれを目標にレベルアップできたと、彼のことは決して恨んでません、妬んでません、リスペクトしてます、感謝してます。有名なスポーツマンいますね、優秀なスポーツマンいますね。その精神ですかね、競争を悪と見るか競争を愛と見るかってことだと思います。ここのところを考えるといいのかなと思います。まあちょっと難しい話ですけどね、現代の社会では競争相手は敵、そして自分の競争相手じゃない人はそのまあ侮ってっていうか視野の外で、簡単に言うとその自分のチームの中に自分の競争相手にもならない人間がいると足手まといになるから邪魔っていうかな、自分より優れた人は自分の勝利を阻むから邪魔、自分より劣った人は自分の足手まといになるから邪魔、みんな邪魔ってなって、魔って悪魔の魔ですからね、そういう風になってしまうとかあると思います。今日のお話にもなりますけど、競争の相手は自分より優れていれば自分の見本、猿山の大将にならずに、その、まあ、自分をこう、なんていうかな、磨く、いい稽古相手っていうんですかね。自分より劣ってると他人を見下すのもこれは危険と。見下してるうちに逆転されるかもしれないから、自分よりも、そう、下と見えるものからも何かいいとこないか学んだり。で自分と同じような自分も同じような欠点持ってないか、これから出てこないかと見て反面教師にしたりして、みんなから学ぶ、みんなから学ぶ、成長のためにみんなから学ぶ対象としてその周りの人を見れば、競争の相手はみんな教師ということになります。ブッダの言葉で敵こそ教師って言葉があります。イエスの言葉で汝の敵を愛せっていうことがあります。ですから競争の相手は敵なのか教師なのか、競争の相手はそのこう邪魔なのか、それとも我々の感謝の対象なのか、それは自分たちの心の持ち方で決まると思います。競争が勝利が目的なのか成長が目的かによって、変わってくるんじゃないかって思いますね。